なんか食べたい。お腹すいた。チョコレートばっかじゃダメ。おい。カエルが喋った。マックに行けば。マックもたまにはいいね。イギリスと日本のマクドナルドはメニューはほぼ残念ながら一緒なんです。お前さん、イギリスのマック行ったことないの？システムが違うんだぜ。そうなの？違うの？ああ、もう演技が下手。もういいや。はい。ってことで、じゃあ、今日はイギリスのマクドナルドに行ってきましょう。うん。はよ、行けボケ。もう、生意気かえこ。口が悪い。マックに着きました。I saw this machine before, but never used it, so I'm gonna try it today. このマシン見たことあるんですけど、まだ使ったことないので、試してみましょう。普通のカウンターもあるけど、これを試してみます。タッチスクリーンになってます。画面も大きくてすごく見やすいです。メニュー的には日本とほぼ一緒ですね。ただいまミールのサイドとドリンク注文してます。日本でバーガーとポテト、飲み物をまとめて注文する際はセットって言いますよね。でもイギリスではセットではなくってメオと言います。セットって言っても通じません。ザイビル、いや、座るゾーンをここで選択します。 I mean they'll bring the food to us. Oh really? Okay. Well, we can sit there. Zone 4. Zone 4? Oh yeah, zone 4. Oh wow, that's cool. And you put your card? カードをタップするだけでいいですね。もしくはスライドします。 Order number 13. Do we have to submit or?Is it transferred to? Nice. 何これ、見て見て、遊んでいいの？ Friends. What is that one? Charge your phone and stuff. I don't know. これどう使うかちょっと分かんなかったんですけど、携帯の充電ができるらしいです。オッケー、注文しました。ゾーン4に座ってます。ちゃんと届けてくれるかな。 iPad があって子供たちが遊んでいます。いいなぁ、 Mac でラグジュリータイム。ハッピーセットは何があるかな。セルフサービスコーナーです。右側にあるのはケチャップとバーベキューソース。上のポンプを押して左にあるカップに入れます。お持ち帰りの際は小さなパックいただけるんですけども、フォーヒア、店内で召し上がる場合はこのように自分で入れます。ゾーン、あ、ちゃんと選んだのが載ってる。これがお値段です。Do you think the price is similar to Japanese one? I think Japanese is cheaper. Well, it depends on the exchange rate, doesn't it? Mm. Oh, cheers, thank you. Thank you. Great. このパッケージに書いてあるモノポリーというのはボードゲームのことです。毎年 Mac で行われているキャンペーンなんですけども、このようなスティッカーがついてきます。私は今日、フルーツバッグとアイスクリーム、そしてポリッチハッシュブラウンが当たりました。やった。もしくはこのようなスティッカー、指定されたものとマッチすると現金や旅行などさまざまな商品が当たる可能性もあります。ピーナッテ 1,2,3,4,5 OK、 ここに貼って完成。ちなみにイギリスでは日付の表示の仕方が少し違います。このようになるので31日12月2016年となります。日本とアメリカとは違うので気をつけてください。
子供たちにも優しいシステムがありました。ボトウォーマー、こちらで赤ちゃんのためにミルクを温めることもできます。そしてコンディメントバーは低めに設置されているので、子どもたちにも手が届きやすくなっています。プレイグラウンド、外に遊べる場所がある。あ、外にもテーブルがあるってことで、イギリスのマックを紹介してみました。バイバーイ。